はい、皆さんこんにちは、マスクマンです。前はちょっと APEX レジェンドとか PUBG とか、FPS 系の戦闘ゲームをやってたんですけども、ちょっと病気で左半身全部麻痺して、左手が全く使えないので、ただゲームをやりたいというのがありまして、簡単にできるゲーム。まあ、これ、やってる人たちからしたら、ちょっと簡単じゃねえぞって言われちゃうと、ちょっと怒られちゃうので、まあ、右手の操作である程度できるゲームを探してたら、ちょっとこれがあったので、これをちょっとなんだっけ、ワールド・オブ・ウォーシップをやっていきたいなと。これだいぶ前に実は登録してやってたんですよね。ワールド・オブ・タンクとか、シップ、あとは飛行機のやつとか、このシリーズはある程度長くというかやってました。で、久しぶりに、まあ、できなくなっちゃったんで、大好きなエイペックスレジェンドがだいぶランクも上の方に行って、すごい楽しかったんですけど、ただまあチーターがいて、ちょっと荒れてたのもあって、まあちょうどよかったのかなっていうのは、あります。ちょっとね、あまりにチーターが多すぎた。本当に。一時期本当に勝てない時あって。このゲームにそれがいるのかちょっとわからないですけども、今のところいなそうな気がしますね。まあちょっと FPS、歩兵とか、これも FPS ですけど、歩いたり、いろんな WADS のキー操作が必要なやつはちょっと厳しいので、あんな素早くピコピコできない、麻痺しちゃってるので、ちょっとこれでやっていきたいと思います。こうやって見てると、ちょっと死角ができちゃうので難しいですよね、このゲームも。本当に。ちょっとこのゲーム作ってる会社に言いたいのが、もうちょっとマップを広げて、現代戦を作ってもらいたいなと思うんですよね。自分海上保安庁とか、自衛隊がすごい好きで、いつも船見に行ったりしてたんですけど、前は。イージス艦を運転してみたいと。まあ、プレイステーションでありましたけどね。亡国のイージスっていうゲームが。ちょっとね、個人的には納得できないね。このもうちょっとマップ広げて、フェーズアレイレーダーを使った攻撃とか ちょっとやってみたいなと思ってるんですよ。作ってくんないですかね。で、こう撃ってきたら、当たった。撃ってきたら、シービーズで、ミサイルをちょっと、こう、撃ち落としてみたいな、っていうのがあります。やべえ。大丈夫。おいえ。頑丈だな、全然。いえ。いえ。我が軍が優勢になりました。
まあ、これね、このゲームのちょっと難しくしてるのは、こうやって攻撃してる間、他の敵が見えてない。おお。見えてないってところですね。なんか嫌な予感するぞ、これ。やばいやばい。もう止まれない。大きい船止まれないよ、これ。ちょっと。やめて。な、これがあんだよな。見えないんですね、他の。まあ、ちょっと自分片方手が麻痺してるってのもあって、マウスコントロールがね、不十分だから余計なんですよ。あんだよな。ちょっと。ショック。沈むとこかっこいいじゃない。いいね。まあ、所詮こんな感じです。所詮、まあ所詮なんで。まあこんな感じです。はい。ありがとうございました。